急遽ですね、カメラを回しているんですけども、今日ですね、午前中先ほど撮影なしでただただガチ練習をしてたんですけど、事件が起きましたね。起きましたね、事件が。なので急遽動画回してつもらってます。もうわかるかな、事件っていうのが。ここラバー浮いてしまいました。僕人生で初めてかもしれないんですよ、このラバーが浮いたかもしれないっていう。ここぽっこりしてるじゃないですか。今までこんなことは逆になかったんで、これ浮いたのかなっていうとこで休憩がてらカメラ回してるんですけども、これを今から剥がしていって、もうラバーもだいぶ来てるんで、新しいのに生え替えるのと同時に、実際今これがどうなってるのか、浮いたラバーってどういう風になってるのかっていうのをね、皆さんにお届けできたらと思っております。ということで剥がしていきましょう。俺マジ浮くっていう経験がないからさ、初めてやもん、初めて。嬉しいんよ。じゃあ剥がしていきまーす。え、これは作業的に浮いてる浮いてない、どっち？でも浮いてそうですよね。ちょっと違和感あるボコって感じですね。なんか貼った時のデコボコっていう感じではないですよね。あっ！みたいな感じ。今はーってやって綺麗にやってるんですけど、ほらちょうどわかるでしょ、真ん中だけポコって浮いてる、うん、これがね、果たしてどうなのか。まだわかんないです。まだわかんない。まだわかんない。まだわかんない。なんでこんなピンポイントで剥がれたのかわからないんですけど、別にだってラケットこうあるわけじゃないんで、ロゴは。そう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 。まあでも断面がね、見ればわかるから。はい、あ、皆さんこれはね、新品とかじゃなくて、もういらないものをこういう風にするので、なんかこう、あ、炎上だとかやめてくださいですよ。やめてください。切り心地どうですか？切り心地変わらないませんね。こっちの方が見やすいかな。ここの部分なんですけど、見事にくっついております。皆さん気軽に無料で使えるみんなの思い出 .com、 TT 埼玉さん、松島選手所属の田坂卓球会館さん、そしてあの卓球王国でも使用されている写真代行販売サービスです。気になった方はぜひみんなの思い出で検索、もしくは自分へのご連絡お待ちしております。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。動画がいいなと思ったらコメント高評価していただけるとゆうじくんがすごく喜びます。 Twitter やインスタもやっておりますので、よかったらフォローお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。